オークトパストラベラーは、スクウェア・エニックスより発売された、ゲームソフト。2018年7月13日に、ニンテンドースイッチ版、2019年6月7日に、マイクロソフトウィンドウズ版、2020年4月28日に、グーグルステーディア版、2021年3月25日に、x b o x One 版が発売。同時に XBOX ゲームパスにて PC 及び、 Xbox の両方に対応。スクウェア・エニックスの新規 IP によるファンタジー RPG。旅だと君だけの物語へをキャッチコピーとした正当派王道 RPG である。2017年1月にプロジェクトオークトパス・トラベラーのプロジェクト名で発表され、同年9月に先行体験版が配信開始。2018年3月には発売日とともに、 正式タイトルが、オークトパストラベラーへ定められた。メインスタッフは、浅野智也や高橋正史など、ブレイブリーシリーズのメンバーを中心とし、開発担当には、アクワイヤを起用。同社で、ロード・トゥ・ドラゴンなどを手掛けた、クナイツ・ギスケがディレクションを担当する。伝統と革新の融合を標榜し、プレイスタイルの異なる8人の主人公による、ロールプレイ、コマンドブースと、 ブレイクによる戦略性を持たせたバトルシステム HD2D をコンセプトとしたビレーナドットエチオグラフィック等をアピールポイントとしている。メタスコアは83点を獲得している。UI、字幕は9つのマルチ言語に対応しており、このうちフルボイスは日本語と英語が収録されている。2020年10月28日には本作の数年前を舞台とする。 スマートフォン向けゲームアプリ、オークトパストラベラー大陸の覇者が配信開始された。各主人公はゲーム開始時に一人を選択し、そのキャラクターはパーティー固定メンバーとなる。それ以外の7人は任意のタイミングで仲間にすることができ、変更は酒場で行える。最初に選んだ主人公のストーリーをクリアすると自由にパーティーを編成できるようになる。 ストーリー進行中、イベントごとにパーティーメンバーの会話が発生する、パーティーチャットを見ることができる。8人の名前の頭文字をつなげると、オークトパスになる。オフィーリア編関連、サイラス編関連、トレサ編関連、オルベリカ編関連、プリムロゼ編関連、アーフェン編関連、テリオン編関連、ハンイット編、関連サブストーリー関連その他本作の舞台となる。 オルステラ大陸は8つの地域に分かれている。オルステラ大陸では太古の神、オルサが生み出した十二神が信仰されており、オルステラという名はオルサの大地を意味するオルシステラに由来する。暦は神明暦で本作の時代は神明暦1618年となっている。オークトパストラベラー大陸の発射に関するカテゴリー、ありがとうございます。